はい、フォートナイト下手くそおじさん47歳です。今日はですね、スッチーがやってるところをみんなで、観戦しながらワイワイしたいと思います。まあ人のねプレイ見てなんかああしようこうしようみたいな思ってもらったらと思います。あー緊張するな楽しみやな。これいつもどんな動きをしているか、うん、お楽しみにとご覧あれ。はい、そちらスウェッティのそばのオレンジの芝生みたいなのが走ってる、うん、おお、もう弓は持ってますね、うん、あ早っ。弓矢持って走るやつ、黙おらへんのね適当出ようた瞬間、弓矢打ってもしゃあないからな。もう一人で夜中やってますよね。そうやな、うん、ずっとソロでやってますよね、うん、うん、ああ、そっか、お前やっぱソロが一番上手になるんちゃう。でもな、ああ。でもスナイパー好きだったスッチーさんとスナイパーなくなったら痛いですよね、絶対。だから弓矢なんやろな。はい、今ガス感落ちましたね。うん、そんなもん、なんでそんな様子にやる。闇雲もやし落ちますよね、ガス感とか売ってまうやろな。スッチーはだから YouTube でロシアの喧嘩の動画見たりさ、はい、ガス感見つけたらすぐ燃やしたりさ、こいつほんま危ないやつになっちゃうかなと思うんだけどあ、見つけた、あ、素通しよった。あのこれね、僕しか分からないと思うんですけど、うん、ロシアの喧嘩見た後のドリルめちゃくちゃ強いんですよそうなんで、影響されてるんです絶対。はい、わ、すごい縁の出たな。はい、僕はみんな見てほしいんですけど、それ強すぎて、うん、お、金の弓、うわ、すげえ、こんなんあるやん。まや、すごい、これなんやろな。はい、弓持って走ってる。あ、めっちゃすごい、めっちゃ近くで弓やってた。ナイスです、ナイス、ナイス。むちゃくちゃしゃがんでるやんおじいちゃんやもん、うん、お、チキチキボーンのやわかな、これ。ああ。ちょっかいかけて。撃たれだったけど、一目散に逃げてるだけやから。全然リアクションしないっすよね。しかも47でミニポ飲みましたよ。慎重、慎重や。三だけ。三だけ。でも馬鹿から考えてバタヤスとスッチ結構真ん中より下のような気がすんねんけどな実力から言うと、うん、でもまあ立ち回りがだからうまいんでしょうね。場所取りもうまいっしょね、高いところに、うんうんうん、だいたい地べた走ってんのアイちゃん、はい、だけですか、アイちゃんだけでも私も結構走ってる、だからローブとラブは結構走る満身創痍だな頑張れ、いいだろ、頑張れ頑張れ、ユミだ、ユミ、いい、いいの、ユミ感じ、ユミだ、ユミだ、あんまないの、脳建築でユミだ、ユミ勝ったやん、すごい、そう、一発で通した、当てた、すごい、ナイスです。脳建築のユミだ、ユミ制したの、はい、やっぱこれやでとか言うてるやん、ないけるいける、あと27に、うん、だってよう劇場とかで終わったらこの間もびっくりしましたとかでよう言うてるけどな。全然アンチいけへん。裏手から回ろうと思ってんねん。なるほど。あ、でもそれもいいかも。うん、敵けえへん方からな。
はい、ガスタンクありました。何でもやすね。こいつ今家族おるからあれやけど、多分離婚したら何かしらの愉快犯犯的な犯行を犯したやな。こいつに今住んでる住所教えんとこ。だってね、ロシアの喧嘩ね、見た後ね、ロシアのむっちゃでかい男のうち2人がビンタし合う動画見てました。恐ろしい。ずっと出ました。はい。あとね、私服警官に異様に詳しいです。ほんまや、私服警官ですって。へぇ、見てわかんねえよ。こ今頃ショットが持ったな。うん、近寄ってきたしかな。でもスッチさん、この上行っときたんやろな。え、これどうするんでしょ。どうするんでしょう。え、ああ、なるほど。爆破するのすっきゃな、こいつ。ほんまや。こいつほんまは学生運動の時代に生まれたかったんちゃうん。むちゃくちゃ変なとこ行ってる。すごい。アンチギリギリで戦ってますやん。ギリギリやで。ねえ。でもすごい、なんか作戦がすごい。うん。すごいですよね。うん。ドア際で中チラッと見たやん。今の見方、中国警官の見方やん。上から狙ってる。また見つけた。何やねん、こいつは。何がしたいの。ガスカン絶対撃つやん。撃ったやろ。なんで月見てん。撃ちたかったから。怖すぎる。次撃ちたかったら怖すぎる。でもほんまこれ見てたらみんな様々ちゃうもんな。人それぞれ性格出ますよね。なあ、普通のところもかがんで歩いてるから、それは見つかんないですよね、普通に。ランク戦やっててもなかなか見つからんの、これやったんか。なるほど。身長やね、そしたら。なるほど。と4人。と4人まで来てるやん。いけるって。ええやん、ええやん。びっくりしてほしい。頑張れ、チーム。おお、攻撃しました。はい、誰も言ってなかった。言うたりな。確かに誰も言ってなかった。頑張れ頑張れ。ああ、ちょっと遠回りで。なるほど。見るもあった。おった。ああ、あった。頑張れ。アンチの中入ってた。惜しい。下がりながらアンチの中入ってた。でも用意すごい。すごい。何が最悪やったん。いや、もう序盤に金色の弓を手に入れたんで、うん、もういらんことばっかりして、もうガソリン爆発させて、うん、機嫌ようやってたのに。うん、でも弓対弓の時は制してたやん。そうなんですよ、やっぱ金色強いですね。うん、であのボートで小屋を破壊してた時に、うん、なんかバイブがずっとコントローラーに伝わったままになって、うん、今でも震えてます。あ、コントローラーが。コントローラーがずっと震えてます。壊れたの。どういうことだろう。知らん。ずっと震えてます。ガソリン見たら打たずにはいられないんですか。それ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 です。破壊行動がひどすぎてみんな引いてたね。怖かった、そっちさ。見つけたらもう爆発させる。うん、でまあ見事な立ち回りで4位でした。ナイスです。
すごいすごい。ありがとうございます。すごい。